皆さんおはようございます。ビブラートの鬼です。今日はね、孤独のグルメボリューム9、下町もんじゃ、墨田区にあるね、横田のもんじゃを家で再現して、作り方、食べ方、お見せします。まずね、水に小麦粉、もしくはもんじゃの粉、お好み焼きの粉を混ぜて、出汁をね、小さじ半杯ぐらい入れてよくかき混ぜます。粉と水の分量、水はね、お好み焼きよりも若干トロトロにするしたいので、1対2だな。1対2ぐらいですね。水にうどん粉、次水が2、次お好み焼きが次が次で、次はね、ソース、おたふくソースか、もしくはお好みソース、これをね、大体目分量、目分量でお好みで、お好みで入れて、こうかき混ぜて、大体ね、ちょっと茶色くなるぐらい、色的にこれぐらいの色かな。で、ちょっとね、味、いやな、お腹が痛くなる、うん、もうこのちょっとこれぐらいの感じの色で、今ぐらいの分量で、で、入れたら次にね、青のり、チーズウスター。下町もんじゃはね、小学校の時よく食べて、軟球よりもちょっと小さい、これぐらいの大きさのボールでこう、いいからその手じゃない、手で早く打って、で、キックベースで走る遊びをやってたんですけど、それ終わった後ね、必ず小学校の友達たちと、地元のもんじゃが3軒あったんで、そこでもんじゃを食べてからいつも家に帰ってたんですけど、トロケースじゃない。で、その時にね、早く下町のもんじゃはベースがね、ウスターソースだったんですよ。そうだよ。でも、その墨田区にある横田っていうもんじゃはお好みソース、おたふくソースがメインだったんで、やっぱりあとね、桜エビ、お好みでね、これもお好みでもう入れて、天かす、あ、美味しい天かすあったね。油がね、好きな人は多めに、俺は好きじゃないんで、これぐらい量入れて、あとね、切りイカ、もうそれ入れるものはさ、何だっていいんだよ、切りイカをね、私はあれが好きよ、入れて、明太、あ、明太もね、好き嫌いあるんで、もち明太とかで、あとね、魚肉ソーセージ、魚肉ソーセージを大体、で、次にね、焼きそばを細かく切ったやつを混ぜる、あとこのキャベツね、キャベツは大体一口サイズぐらいに切ってください。あと、キリイカとムキエビはね、冷凍なんで、自然解凍したやつがあれば混ぜちゃうんですけど、冷凍もんはね、油を引いた後に、ちょっとね、焼いてから、あとね、もんじゃで混ぜるような感じ。キリイカとムキエビ、これもね、最高、目がつぶらないな、ここで混ぜる感じ、マイクで、キャベツ焼きそば混ぜたやつに最後仕上げとして、おたふくソースを大体お好み焼きにかけるぐらい、マイク、お好み焼きにかけるぐらい、何も入ってないかと、で、こう混ぜる感じ、はい、で、混ぜ終わったら、さっき乗っけたキリイカとエビの上にもんじゃを流し込む感じで持ってくる。もうちょっと、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 うん、だいたい色がついてきた感じ、溶けてないからね、
お腹痛くない。お腹痛くない。お腹痛くない。イカがね、ちょっとね、色がまだついてない。お腹痛くない。やっぱり、お人形ね、それで、なるですよ。お腹つけなかった？ね。そうだね。こんなに上にいると思わないんだよ。お人形考えたな。あれなんだね。海苔が、もっと、海苔がね、具入れすぎだ。粉が。うわぁ、もう違うよ。何張り切ってんだろ。でね、うわぁ。何で作ったった感じ。あれがない。あれ、あれがない。ごま、ごま、粉があれだな。入れすぎなんだよ。薄いね。薄いんじゃない、少ない。入れすぎなんだよ。うん、こんな感じで。いつもより、グー、張り切ってた。色がついてきたら、この、エビと、キルイカをこう混ぜるような感じ。で最後の仕上げよく聞いておいてください。混ぜてください、じゃあ。最後の仕上げはね、卵。卵をね、もんじゃに混ぜたと、味がね、薄くなってまずくなるんですよ。マイク。で、必ず、卵は横で焼いて、広げて混ぜる感じ？混ぜないから。邪道。これは邪道で。あのね、もんじゃに入れるんじゃなくて、横で焼くんですよ。で、ここに、はい、ポトフソースを。何じゃ、ポトフソースをこう、かける感じ。こんな感じ。これぐらいかけたら、最後の仕上げで、この卵を、このもんじゃに混ぜる感じ。真ん中で。こういう感じ？真ん中。ちょっとね、濃い、はい、もんじゃの状態で美味しくいただけるんで。はい、まあ、こんな少ないよ。ちょっとあれだな、水が、ちょっと少なかったね。水っていうの。で、こんな感じで。こんな感じ。うん。うまい。皆さんもちょっと真似して、住みたくなる横田の下町もんじゃを家で作ってみてください。とっても美味しいです。これはちょっと、この、ゆっくり入れすぎ。あのね、ちょっと水が足んなかったな。水じゃねえよ。粉だ。具入れすぎなんて、張り切って。いや、具はこれ。こんなに入れないからね、一人前で。あのね、横田のもんじゃはこれぐらい入ってる。横田ってどこだよ。横田。墨田区にあるんだよ。じゃあ、墨田区の横田のもんじゃ、こんなじゃねえよ。こんなだっつう。違うから。これあんたがよく言ってた、あの、変なもんじゃ屋の。違う。もんじゃみたいな。変なもんじゃ屋だね。変なもんじゃ。横田のもんじゃはこんな感じなんだ。違うわ、横田に謝ってくれ。いただきます。俺のもんじゃでいいじゃねえかよ。うん、さよなら。あ、これね、必ずね、飲み物はコーラで。コーラが一番。本体に合うんだ。言っといてくれれば、あれ買ってきてあげたのに、駄菓子のあの。あのね、昔ね、あの、焼きそばの素がなくて、焼きそばの素、駄菓子がもんじゃで食べるときは、ね、くっつけないで、くっつけないで、ベビースターの、くっつけないで。ベビースターの、塩味バージョンみたいなのがあって、チャルメラっていうのが、一袋5円で売ってたんですよ、昔。それをこのそばの代わりに入れて食べてたんで、でも今普通にあの焼きそばの素が3個で100円ぐらいで売ってるんで、それを混ぜた方がはるかにうまいですから。よくたのもんじゃは普通の焼きそば使ってるんで。何焼きそばの素って。うん。何焼きそばの素って何？焼きそばのだから、3個入りの焼きそば？うん。あれを使えば、よくたのもんじゃを再現できる。普通にあの、駄菓子屋のもんじゃを作りたかったら、このソースを、ウスターソースに変えればあの味が出ると思うんで、ちょっと皆さんもお試しください。ツースターだから。じゃあまた次回ボリューム10でお会いしましょう。バイナラー。